父様は劉氷との戦いで負った傷が元で死んでしまった。そしてその悲しみが癒える前に作兄様までが世を去った。賢兄様は悲しみを内に秘め、見事に孫家を立て直したわ。その上劉備軍と手を組み、赤壁に攻めてきた曹操の大軍団を破ったの。私は追撃隊として戦場に向かうわ。そういえば一緒に戦う劉備軍の劉玄徳ってどんな方なのかな。一度会ってみたいわ。孫劉連合軍は曹操の大船団を長江の水底深くに沈めました。あとは曹操を追撃し完全なる勝利を得るのです。曹操は壊滅寸前の己の軍勢にその身を護衛させ、この赤壁の戦場を脱しようとしています。これを追い、そして撃つのです。姫、ここで曹操を野心とともに砕いてしまいましょう。孫権殿や孫策の目指した孫後の夜明け、私たちの力で迎えるのです。我が命脈ここで尽きるか。お主が去った時わしの運命も定まったのやもしれぬな。行かれよ。拙者は防音の徒にはなれぬ。曹操殿が再び劉玄徳に適した時、その時は切らせていただく。曹操殿、これで恩義はお返しいたした。曹操を逃がすな。敵が現れぬうちに橋を落とすぞ。殿がこちらに？よし、道を切り開くぞ。このままではいかんな。今度は負けねえからな。決勝打ち取るぜ。単身突入したか、決まりようとか。そしての力、蓄えて参る。敵将、撃ち取って。拙者の力、今こそ示してみせる。流れは我が方にありますぞ。今だ、攻めかかれ。そなたが孫将校殿か。お初にお目にかかる。私は、もう堅苦しい挨拶はやめましょう。よろしくね、劉玄徳様。
よし、共に攻めようぞ、将校殿。今度は負けねえからな。敵陣に奇襲をかける。将校、勝利は目前だな。もろども存分に攻め立て。次は負けない。敵将撃ち取って。山の手いたすと容赦せぬ。恥じて死すより生きて汚名を注がん。敵将撃ち取って。猛毒こっちだ。すごいな。この勢いに拙者も奮闘。この勢いに拙者も続こう。敵将撃ち取って。このままではいかん。なんとか間に合ったぞ。一丸となって敵陣を突く。力ずくで食うな。止めてみせ。時に引くのも戦略です。敵将撃ち取って。敵陣に切り込む。後ろは振り向くな。将校殿、見事。私もやらねば。このままではいかんな。殿、いずこにおられる。
一気に打ち破る。将校、勝利は目前だな。流れは我が方にありますぞ。殿、どちらに。負けねえからな。敵将討ち取った。このままで済むと思うな。拙者の力、今こそ示してみせる。共に攻めようぞ、将校殿。
曹操軍を完膚なきまでに叩いた。逃げ惑う曹操の姿、滑稽だったな。これで奴も当分の間はおとなしくしているだろう。だが奴はきっと体勢を立て直し、再び我々の前に立つだろう。それまでに我々孫悟も今にも増して力を蓄えておかねばな。